天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せ。いてまうぞこれ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと。なんでもありまへん。仕事ありますんで。ほなまた。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よう一番、スマホずっと見てたってミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だあ、もううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ。全然飲んでないのにもう酔ったの。ミツからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小柔とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん、ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした。ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気持ち知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい。レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中でよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でもワイ、とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って。 What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズがよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え、こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だよ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだ、お前。近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって。
兄貴、じゃあもしかして今。おお、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろう。え、いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。言わないでくださいよ。メツ、俺はおやさんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろ。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いやだから。まだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、親さんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。あ、兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。親さんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。3人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴マジでやるんすか。よし、おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。おかもちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。おれーおれー、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。なあ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。おう、なんやお前ら。え、ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行、荒川のおやっさんっすよね。
ええ、そうなんですよ。代行が読んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついて場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう押せ、仕方ねえだろ。なんやめでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え、バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か、中東や。おもろいやんけ。今そっちから妙な音がせんかったか。何の騒ぎや。こっちやない、あっちの方ででかい音がしたで。なあと、ネズミが混ざったんかもしれんだ。ほなボサッとそらんで、他の暇そうな連中にも連絡して妙な奴がおらんか隅々まで確認せんかい。へ、へい。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。クセモノ、出会え出会え。ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。わかってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よう、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみーや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか。真島の兄弟、
アホぬかせ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうついてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキや。楽しみや。よっしゃ。だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。行くで、兄弟。より楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。イジ、こちらは東城会六代目堂島会長だ。東城会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東城会荒川組、春日一番、堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょ、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人ともまたやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ、俺はもう一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。